カスタムスニーカーアーティスティック大会。どうしたの？のせと、もっちのレイ。まあ家の中でできるアウトドアっぽいことと言ったらカスタムスニーカーということで。ええ？そうなんですか？そうなんです。そうなんです。あのね、半年前ぐらいに海外の YouTuber の方が有名どころで言うとナイキのエアフォースワンとか、いろいろそういう白いスニーカーをね、まあ、専用のペイント剤でめっちゃいい感じデザインするっていう動画が流れてきて、めっちゃいいじゃんと思ったんですよ、ね、その人めっちゃ上手いんですよ、絵が、まあ、俺らはそこまでは無理なの、だとしたらアート性、アートって何でもありなんですよ。だってもうこの机の上になんか絵の具一滴垂らして、はい、これが東京ですとか言ったらなるんだよ。なんで今回は僕たちがそれぞれ一足ずつカスタムスニーカーを作っていこうと思います。一足ずつとは言っても片方の靴を配布します。まあ一番これ技術性ないなぁと判断された方、2週間その靴を履いてもらいます。うわバラバラかーいよバラバラないよ。バイトとかやばいな。バイトやばい、はい、怒られるまで履こう。そう怒られるまで履くんか、うん、というわけで今回はカスタムスニーカーアーティスティック大会です。やっていきましょう。はい、マジでお前ら絵の具つけんのだけ気をつけろよ。はいはい、はい、そしたら今7時半なんで8時半ぐらいまで真剣にやっていこうと思います。はい、カスタムスニーカー大会用意スタート。また俺のこれはこれやってるところ使われる。片方どこ行った？マジでわかんない、本当にそれはわかんない。マジそれはね、違う、さっき2つそっから出たよ。元々あった1つどこ行った？いや俺マジで今回やってねえの。そこへ置いた。どこ？スネーキの下。またドッキリして。ドッキリしてねえよ。あ、いるよ、いる。ピンク使います。はい、すごい。ピンクってどうやって作るとか教えてもらえる？これピンク俺も使いたい。アンチュンごめん、アンチュンごめん、いやこれ事故もしょうがないから。さっきからいらない部分靴裏で拭いてるんだよ。やばそれもアート。それもアート。あ、ごめん。いいよ。もう終わってんじゃないですか ?32 分。はい、終了。ストップ。筆を置いてください。置いてください。レイ君、筆を置いてください。何すか？完成しました。よいしょ。まあ、じゃあ順番に発表していきましょう。この上にね、乗せて発表していこうと思います。はい。一番手行きたい方。じゃあ僕から。ちょっと。はい。はい、ということでね。はい。一番手、僕の作品でございます。はい。まあ、タイトルは、うん。東京シティネオです。あ、ネオをそっちに作るんだ。まあ、まず下ソールが茶色、うん、なかなかないんじゃないですかね、はい、なかなかないですよこれは。そしてまあそのなんていうんですかね、最先端の色というかカラーリングが、ね、確かに確かに。緑はね、確かに茶色とグリーンとピンクってやばいもんな。なんか角みたいな。確かに角みたいなのが、あ、角みたいなのありますね。まあ、これはちょっとこのね、飛び出してる感じはちょっと疾走感というか、あ、まあ、走り抜けてる感じをイメージ。はいはいはい、お、はい、素晴らしい。ありがとうございます。おー僕の靴、こちらです。やばい、いいね。いい、普通にいいね。作品名、タイムトラベルです。おー、なんかかっこいいな。いいやん。タイムトラベルしたことありますか？ないです。僕あるんですけど、そのタイムトラベルするときにこういう見えるんですよ、たくさん模様が。へー、思い得てこうアルファベットがこう見えてくると戻れるんですけど、うんうん、はい、これを再現しました。すげーなー。そうなんですよ。え、なんかカメラ越しに見るとマジでいい靴に見えてくる。いい靴だな。いい靴なんだよ。これ、いい靴くんない？一足した。俺の靴、こちらです。おお、歩きっぽいね。うん、まあ、作品名、失われたワールドです。おー、失っちゃったんだ。ポイントはまずまあこのつま先のこの未来感あふれるこれです。まあ、これね、ちゃんとコンセプトがありまして、はい、赤い大地に青い稲妻が走るっていう。そうなんだ。はい、次のポイントがですね、ここなんですよ。いいね。おー、これ、おー、いいね。このアディダスのロゴ、めっちゃちゃんとやりました。ちゃんとじゃん。こだわっちゃった。いいね。ちゃんとやりました。ちゃんとじゃん。めっちゃ繊細。いいね。はい、ちゃんとこういうとことかもね、白い線だけ残したりして、まあ、デザイン性も溢れるような靴に仕上げました。いいね。いいね。この少ない配色でね、そこまで持ってくる。以上です。素晴らしい。いいね。
ですか。はい、はい、僕の作品はこちらです。おお作品名の方は、作品名なんすかね、コンバースコンバースコンバースいろいろやりたかったんです、本当は。なんか星とかをイメージしたくて、あ、はいはいはい、なんかあの水で ね、そのピチャピチャっていうのをやりたかったんですよ、うん、やってなかったんですよね、なんか時間なかったんですよね、シンプル。ポイントとしましてはやっぱりまあ靴紐かな。今回唯一靴紐で遊んでる。そうなんだよ。確かに色合いはね、多分めっちゃいい。色合いはいいけど塗り方が甘すぎてやる。なんかそうなんですよ、ね、工事した後の人みたいな。いやなんかね。はい。お願いします。ありがとうございました。おお。自分のやつ以外の人に投票しまして、一番投票が集まらなかった人が2週間履くといったことでございます。はい。せーの、はい、おー、2-2かな。うわー、おー、じゃあまあちょうど2足ずつあるし、いやここで、あ、頂上決戦する。いや待ってくださいって、待って、2足ずつあるじゃないですか。ちょうど頂上決戦しましょう。おー、いや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 、頂上決戦、まあ、この2つ選ばれなかった、惜しくも選ばれなかったね、惜しくもね、惜しくもね、いきましょう。はい、せーの、おい、ということで、のせくん、この動画上がった日から2週間自作スニーカーで過ごしてもらいまーす。マジかよ、なんもいいことねー。